エンゼルスは7日、日本時間8日、ハンター・ドージャー内野手のマイナーキャンプへの降格を発表した。招待選手としてメジャーキャンプに参加していたが、ここまで打率点211、1本塁打3打点、オプス739だった。動画、大谷ライバルの彼女が飲酒運転で逮捕、私の彼氏が誰だか知ってるの 32歳のドージャーは2013年の MLB ドラフト一巡目、全体8位でロイヤルズから指名されプロ入り。2019年には139試合に出場、打率点279、26本塁打、84打点、オプス870の成績を残した。昨季は29試合の出場で打率18定名、183と低迷。 5月に DFA となり、2月にエンゼルスとマイナー契約。スプリングトレーニングに招待された。背番号は17で、エンゼルス在籍中に史上初めて2度の満票 MVP を成し遂げた親の背番号を引き継ぐ形となり、あっさり上渡したことがネット上では話題になっていた。